おじいちゃんまたその話って言われそう。でもいいな、なんかそう、孫欲しくない？いいな、なんか急に孫欲しいなってきた。孫めっちゃ欲しいんだけど、孫を手に入れるにはまず子供産まなきゃいけないのに、子供を手に入れるには旦那が必要ってこと？無理だな。どうしよう、孫ってどうやった？なんかさ、この間ね、僕、針に行ったんですよ。接骨院とか針にちょいちょい通ってて、首とか肩がね、もともと耳があんまり良くないんだけど、首とか肩がさ、もうゴリゴリにやばいらしくて、まあ、そこをなんとかしたらね、まあ、良くなるかもしれないって言われて、針を打ちに行くんだけど、その時にさ、なんかね、お母様、若いね、なんかギャルママみたいな人が施術をね、隣で受けてたりするんだけど、ちっちゃい子供をこの間連れてきててさ、めちゃめちゃ可愛くって、なんかね、僕寝ていてゴリゴリとかされてるんだけど、お姉さん結構思いっきりガッて言って、これ大丈夫ですか、ボキッみたいな感じでやる、うっやばいみたいな、すげえみたいなことをねやってる時に、僕顔の上にタオルかかってたんだけど、なんか急に視界が明るくなって、え、何と思ったら、そのよちよち赤ちゃんが僕の顔のタオルをバーって取って取ってさ、ママを探してたっぽいんだよね。なんかギャルママみたいなのを探してたっぽくて、で、バカと目が合って、僕僕の施術をしてくれてたおばさん、お姉さんも、ごめんなさいねって言ってたんだけど、いや大丈夫ですよみたいな、ごめんねママじゃなくて、ごめんね違う人でって言って、言ったらさ、なんか泣きそうだったのがニコーって、あーあーってか言ってさ、かわいい、子供ってかわいいんだなって思いました。なんかあんまりさ、子供をさ、と触れ合う機会がないの、僕。だからさ、うわ、子供ってこんな可愛いやって思いましたね。ママじゃなかったんだけどさ、いや、あの時はちょっと新鮮でしたね。そんなね、こともありましたと。潰さなくてよかったですよ。ほんと潰しそうだったよ。ほんとに。あと、うてちゃ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 。